はい、というわけで今日はサンドイッチを作っていきましょう。サンドイッチ美味しいですよね。お弁当にもぴったりですし、私も大好きなんです。お腹空きました、早く食べたい。慌てない、慌てない。さあ、まずは何からやっていくんですか？はい、まずはこちら、食パンにバターを塗ったものです。こちらに具材を挟んでいきましょう。ふわふわで美味しそうなパン、今日はこれに何を挟んでいくんですか？はい、こちらのレタスと卵を挟んでいきます。こちらのレタス、とってもフレッシュで美味しそうです。そしてサンドイッチといえばやっぱり卵ですよね。具材はたっぷりの方が美味しいですからね。じゃあ早速挟んでいきましょう。はい、サンドサンド。ふわのパン。私から。あ、バターが本当ね。じゃあまずはレタス。あ、じゃあレタスね。レタスを。じゃあちょっとあれね、ちょっと並べて。レタスをね、まず、はい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 。卵。はいはい、卵、ね。私の好みとしてはやっぱり。やっぱりそうです、サンドイッチ先輩だから。そうそうですね、あの想定内です。これぐらいはやっぱり挟まないと。先生的には多めの方がいいんですか ね、はい、そうですね。これぐらいがベストです。先生、これぐらいってやっぱり、はい、じゃ、まだ少ない。これ少ない。もうあの気にくらい。いいですか？気にせずどんどん乗せてってください。じゃあルビーもこのぐらいですかね。はい、このぐらいでしょうか。そうですね、このぐらいですね。はい、してね、はい、ベストですね。とても美味しそう。はい、みんなでサンドしました。それでは最後の仕上げです。こっから30分置いていきます。はい、ですが今回は時間がないので、あらかじめ30分置いたものをご用意いたしました。それがこちらです。わー、裏の星女学院購買部ネットショッピング。みなさん、シャーニー、小原マリアクの鈴木愛奈です。裏の星女学院購買部も一緒に頑張るみー。クロスアルビー役の古畑愛です。ビーチスケッチ、桜内。好きな食べ物、サンドイッチ。桜内リコ役の相田理香子です。裏の星女学院購買部のスペシャルなアイテムの魅力をお伝えしていくこの番組、本日ご紹介する商品はバースデープレゼント桜内理香お祝いセットです。あれ、さっきまでサンドイッチを作っていましたよね。はい、いつの間に。見てください、この美味しそうな可愛さ。サンドイッチの魅力をそのまま再現したようなポーチですよね。なるほど、いろいろ差し置いても裏地もとってもおしゃれですし、ロゴも入ってて可愛いです。私もこれ欲しいな欲しいな。常にサンドイッチを身につけておきたいという桜内リコのご要望に全力でお答えしたマストアイテムです。こんなに美味しそうでとっても便利なサンドイッチポーチと一緒にリコちゃんの誕生日をお祝いできるなんて、まさに革命的ですよね。でもこのポーチもすっごく可愛いですけど、リコちゃんのお祝いセットは今回これだけなんですか？よくぞお聞きくださいました。なんと今回こちらのサンドイッチポーチに加え、書き下ろしアクリルスタンド、さらにピンバッジをお付けして、特製のギフトボックスに入れてセットでお届けいたします。ちょっと豪華すぎませんか？これはもう必ずゲットしないとですね。バースデープレゼント桜内リコお祝いセットは5月31日水曜日23時59分までの受注受付です。お申し込みはお早めにこちらまでどうぞ。裏の星女学院購買部。この番組はホテルオハラグループの提供でお送りしました。